はい、皆さんこんにちは。今回は大人気の Canva というオンライン上で動くグラフィックデザインアプリ、これのね、紹介をしていきたいと思います。で、この Canva はね、大人気なのでウェブ上にたくさんコンテンツがあるので、今回自分がどのように普段活用しているかというのを、何回かにわたって解説をしていきます。で、今回漫画を作成してみたいと思います。で、自分普段ね、例えばこんなものを作ってるんですよ。こんな感じで、キャンバにもこの AI の機能があるんですけど、例えばこのようにギターを持った女の子を生成するには、マジック生成っていうのがあって、で、ここのところに例えばギターを持った可愛い女の子、はい、で、こんなふうにすると、ここに、作ってくれます。はい、こんなふうに生成してくれるんですけど、なかなかね、こうなんかイメージ通りのを作るの難しいですよね。はい、こんな感じでイメージ通りを作るのが難しいので、今回はチャット GPT と連携させてね、このようなプロっぽいね、漫画を作ってみたいと思います。はい、では早速やってみます。で、これチャット GPT に切り替えますね。はい。で、一応 YouTube の概要欄に貼っときますので、そちらをクリックしてみてください。で、今回は、例えば、17歳のキュートな美少女、黒髪ショートで真っ白な T シャツで16対9のサイズで作ってみます。はい、そうすると、このように、できました。では、例えばね、この子を着替えさせてみますか。冬服に着替えてください。はい、そうすると冬服に着替えてくれました。このように、キャンバと違って自由自在に着替えさせたり、例えばですね、何か持たせてみますか。ギターを持ってください。弾いてるようなポーズにしてください。はい、そうすると、このようにね、ギターを持って弾いてるポーズをね、してくれたりします。はい。じゃあ、例えばこれをちょっと使ってみますか。じゃあ、これをね、ちょっとコピーして、それで、キャンバーに貼り付けます。で、ページ追加で、ここに貼り付けてみましょう。はい、ただね、これちょっと頭が切れてるので、頭の上の部分は描きたいと思います。で、これはね、キャンバーできまして、写真を編集ってあるんですよ、ここに。で、ここにマジック拡張っていうのがあって、これめちゃめちゃ便利で、で、フリーホームかな、フリーホームにして、これ頭のね、上をちょっと拡張してあります、こんな風に。はい。そうすると、この上の部分を描いてくれるんですよね。では、マジック拡張とすると、このように書いてくれました。はい、自然にできましたね。で、いくつかこうあるんですけど、どれがいいかな。これが一番自然ですね。はい、で、これで完了となると、これで固定できました。じゃあ、これとりあえず置いておきましょう。じゃあ、次にですね、背景ですね。背景も、このね、マジック生成使ってもいいんですけど、チャット GPT の方がね、いろいろと、細かい処理ができるので、それをやりたいと思います。はい、これも YouTube の概要欄貼っておきますね。じゃあ、例えば何がいいですかね。冬の東京の街並み、目線は人の目線の高さでお願いします。はい、で、こんな感じにして、サイズはこれ16対9ですね。16対9とかします。はい、そうすると、はい、このようにできました。ただこれどうかな、さっきのと人がちょっと邪魔ですよね。はい、通りにいる人を消してください。はい、じゃあ通りにいる人を消してください。消えますかね。はい、で、これで消えました。ちょっとサイズは小さくなりましたら、それでいいでしょう。はい、じゃあこれで、はい、コピーして、はい、画像をコピーしてこちらに貼り付けます。はい、で、これサイズがあれですね。はい、これをもうちょっとこんな風にしますか。こんな風にして画面いっぱいになるようにちょっとサイズを調整しますね。はい、で、こんな感じでいいかな。はい、じゃあこんな感じでいきました。で、先ほどのこの女の子をね、前面に出すために、これ右クリックしてレイヤーでこれ再配面に移動しますね。はい、それでこれちょっと拡大して、あとこれをうまく合成してみたいと思います。はい、で、合成するにはどうしたらいいかというと、この辺もキャンバーめちゃめちゃ得意で、はい、写真を編集で背景除去ってあるんですよ。で、これをクリックするだけで、はい、なんとこのように背景にね、はい、このように合成ができるということです。
で、さらにこれ背景はボケてた方がいいですよね。はい、なのでこの背景を今度は選んであげて、ここのところで調整かな、調整、あ、違うか、エフェクトでぼかしがありますね。このぼかしがありまして、じゃあこれをぼかし加える、画像全体で強度、はい、こんな感じがいいですかね。こんな感じでぼかしておくといいかと思います。はい、それで、はい、これで元に戻ります。そうするとほら背景がこれぼかした感じでいい感じに合成ができるということです。じゃあ最後にね、これタイトルをねちょっと入れてみましょう。じゃあタイトルを入れるんですけど、ちょっとこっちに持ってきますか。こんな感じでね。じゃあタイトルも、まあ、この辺はねキャンバーめちゃめちゃ得意で、例えばテキストで、まあ、どんな文字がいいですかね。はい、例えば何がいいかな、はい、こんな感じのグローとか入れてみますか。グローで、これをまあ漫画のタイトルとしてドリームとかしてしましょう。はい、そうするとなんか漫画っぽくなりますよね。じゃあ、あとは色を調整しますね。で、この文字のところで、まあ、これ白黒なので黒にするとこんな感じで、で、あともうちょっとなんか工夫しますか。例えば D を消して、で、これを D を、ここのデザイン、素材か。素材のとこから、このね、フレームから持ってきます。はい。フレーム。で、ドリームとかしますね。で、さらにですね、この D のところに画像をはめ込むんですけど、じゃあここにはなんか人が覗いてる感じしてみますか、ちょっとね。で、チャット GPT の方で、例えば、なんか怪しい人影みたいの入れてみますか。はい。例えば、こちらを睨んでいる怪しい人を作成してください。目が輝いてる感じです。そうすると、これちょっとイメージが違うけど、まあいいか。とりあえずこれ使っちゃいましょう。で、これ右クリックして、はい。ちょっとイメージ違うんだよな。で、ここに、まあ、貼り付けて、はい、これ貼り付けますね。で、そしたらば、じゃあこれね、この目がちょっとここに重なるようにしましょう。目がここに重なる感じ。こんなできるかな？ダメか。はい。できるかな？ちょっと待ってください。これちょっとね、こだわり出すと、これで拡大できますね。こんな感じにやると、なんかドリームの人になんかこんな風にね、この人が関係してるみたいな感じになると思います。はい。まあ、こんな風にね、まあ、簡単にこのアニメの表紙だとかいうのをね、まあ、作ることができます。はい。いかがでしたでしょうか。はい。このように、キャンパとチャット GPT ですね。これを組み合わせると、このようにプロフェッショナルなね、漫画が描けますので、ぜひともチャレンジしてみてください。それではまた。じゃあの。